さて、港区の東京タワーでは夏休み期間中、南部風鈴が飾られ、風情あふれる音色を奏でています。333個の南部風鈴は東京タワーの高さ333メートルにちなんで、1階正面玄関のチケット売り場に続くテントの梁やスロープの上部に吊り下げられました。自立式鉄塔の東京タワーと岩手県を生産地とする南部鉄器とのコラボレーションで、暑い夏に一服の清涼剤となればという初めての試みです。この南部風鈴の優しい音色は夏休み期間中の来月いっぱい毎日楽しめるということです。